はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれということでですね、はい、西側諸国の動きに反してですね、中国がどえらい行動を取り始めました。これ見てこれ、え、朝日新聞の記事なんだけれども、これね、はい、中国ネットでロシア製品の売り切れが続出と、ね、これ何かっていうとですね、あの、ロシアがですね、今世界中から経済制裁を受けてるじゃないですか。であるならばですね、そのロシア経済を中国が支えてやると、え中国人民の購買力を見くびるなと言ってですね、あの、中国でですね、お金持ちの個人がですね、あのロシア ロシアの製品買いまくり。ネット上でですね、ロシアの製品が売り切れるということがですね、続出をしていると。そしてですね、このね、中国国民のこの異常な声を受けてですね、中国政府がですね、なんと、中国はですね、日米ヨーロッパの対ロシア制裁に、これは違法じゃないかと反発をしまして、我々中国は、ロシアと貿易を進めるぞという形でですね、ロシア経済をですね、中国ががっつりサポートするというですね、ちょっと異常な事態にですね、発展してきているという話なんですよ。でこの 動きっていうのはですね日本のマスコミね意外と伝え、てないんだよねもうテレ朝で朝日新聞が伝えるとち、ちょっと、ええっていう事態になってるんだけど、さすがテレ朝、さすが朝日新聞。うん、やっぱり中国と仲いいだけがあってですね、もう中国の情報には詳しいな、おいという感じなんだけれ,なんだけれども。 でね、えー、これでの動画でね、俺何伝えたいかっていうとですね、これ先に結論言っちゃうとですね、俺この中国の動き注意していないと、あの中国がですね、このね、ウクライナ・ロシア戦争のですね、メリット全部重なっていく可能性が俺出てきてると思っていて、あのね、これね、これね、俺の妄想だよ、これも俺の妄想なんだけど、最悪の、僕が考える最悪の事態っていうのはですね、このね、ウクライナとロシアの紛争が長引いてですね、でね、この片方が核持っちゃってるもんだから、しかもに西側諸国に喧嘩を打っちゃってるもんだから、もうね、世界中がずっと緊 緊張状態が続くんですよそうなると世界の経済も含めて全部疲弊しちゃうでしょもうしんどいわ、この状況っていうので、ね、で、で、世界がね、疲弊した頃にですね、突然中国が出てきてですね、このウクライナとロシアの間を、ね、入ってですね、仲裁してこの二国を収めてしまうなんていう状況、ありえな、ありえなくはないような気がしてんだよね、俺。なぜかというと、ほら、僕たちってさ、ウクライナ頑張られて一生懸命言ってるわけなんだけれども、実はね、これ、ご存知の方の方が多いとは思うんだけれども、ウクライナってもともと中国とめっちゃ仲ええんだよ。 めっちゃ仲いいのよ。ウクライナって、あの悪名高き中国の一帯一路にですね、がっつり参加をしていた国でございますから、だからウクライナってね、めちゃくちゃ中国と仲いいんですよ。ほんでロシアもですね、中国と仲いいですよ。そう。だからね、この二カ国っていうのはですね、じゃあ中国とはね、めっちゃ仲いいんですよ。となったらね、立ち位置的にはですね、このウクライナとロシアのですね、仲裁を入る立ち位置としては、中国ってですね、最高の場所にいたりするんだよね。 うん、いや、俺の妄想よ、俺の妄想よ、ね。うん。だからですね、これね、こう、世界が疲弊したところで中国がですね、ウクライナ、ロシアともに矛を治めるんだ。はい、わかりましたみたいな感じでですね、これなんか、ええー、なんかお、おかしなタイミングが生まれて、変な感じで中国は、えー、えって、感じで入ってきてしまってですね、この二カ国の紛争を治めるなんていうことになったら、中国の世界でのですね、こう、立ち位置めちゃめちゃ上がるんだよ。まさにアメリカをも凌駕してしまうくらいですね、中国のね、評価がね、上がる可能性ゼロじゃないのよ。 いや、だからね、これ注意しとかないといけなくて。あ、ほんでね、ほんでね。ちょっとコーヒー飲むわ。そういうね、この中国の動きを警戒してか、ね、日本ではあんまり報道しないけれども、アメリカではですね、このね、ロシアの報道の次に多いのが今中国なのよ。ちょっと見せろ、タイトルだけちょっと見せるわ。あのね、ど、どっから行くどっから行く あ、あ、まずね、俺ちょっと不安になったのがですね、これね、今日のね、あの国連の中でですね、ま、あ国連は193カ国の加盟国があるんだけれどもね、これでね、ロシア軍の即時撤退ね、ウクライナからですね、ロシア軍をすぐに撤退するんだってね、こんなもん世界が一致団結してですね、この声を上げるとみんな思うじゃないですか。でもね、この声を上げたのは、193カ国のうちですね、141カ国に過ぎなかったんです。で、残りだいたい75%ね。で、残りの25%は、この採択に反対か、もしくはノーコメント、危険だったんですよ。 ね、反対をした国がですね、だ、だ、五カ国、北朝鮮とかね、あの、ロシアとかね、あの、あの辺ですわ。でですね、このノーコメント、危険をしたのはですね、中国とか、あとインド。ね、インドなんかはですね、インドは中国とは仲悪いんだけれども、ロシアとは実は仲良かったりするよね。うん、中国に対抗するための武器をですね、え、ロシアから買うっていうですね、複雑な関係なんだ、あの辺は。うん、っていうような状況になってるから、えー、 ドイツはですね、ロシアのこと結構好きなんですよ。だからこそね、今回ね、なんとね、あの、クワッドの一角であるウィンドウはですね、今回のね、あの、今すぐロシア軍をウクライナから出ていけというこの採択に対して棄権したんです。ノーコメントだったんです。つまりね、世界の25%が、このロシアを今すぐウクライナから出ていけという声に賛成しなかったんです。ちょっと怖くない思った以上に、共産権影響力あるんだよ。ね。 いやあ当然ですね、あのね、あの、複雑な状況に置かれてですね、あの、中国とかロシアにおもねらないとですね、国がですね、経済的にやっていけないみたいな国もありますからえ、そういうのも含めての話なんだけれども、日田ってちょっと、えー、この共産権の影響力というのは思いのほか大きいんで僕は怖くなりました。で、この状況を鑑みてか、アメリカの国内ではですね、とにかく中国を信頼するなと。そしてこのね、このね、ロシアとウクライナの紛争に乗じてですね、あの、中国がいろんなね、ロシアのエネルギーであるとかですね、いろんなものをかすめ取りに来ていると。そしてこの二カ国の 紛争を通じてですねこれ中国がですね自分たちのですね中国に対するイメージをですねアップしてしまう可能性があるからですね今アメリカっていうのはとにかく中国に気をつけるということで中国は危険だっていうことをですね一生懸命国内で言ってるのよ 本当に。いや、これがね、まず、これね、日経新聞さんの記事なんだけれども、これアメリカの中でどんな報道が行われているかっていうのを書いてくれたんだけど、もうタイトルだけパパッと読んでいくと、中国、北京オリンピック中のですね、進行回避をロシアに要請していたんではないのかっていうのをですね、アメリカのニューヨークタイムズが報道しました。これ何か、これ何かっていうとですね、要するにですね、俺、アメリカが言いたいのはですね、中国とロシアっていうのは繋がってるんだと。ね。だって、オリンピック前っていうと、あの、ロシアに、まだ、ウクライナに進行してませんからね。その頃からですね、あの、ロシアがね、ウクライナに進行することを 中国は知っていた。だからね、中国とロシアっていうのはそういう意味でやっぱり繋がってるんだと。うさイン臭いんだ中国はということですね、アメリカが言いたくて出した記事なんですよ。そんなものをわざわざ出さないといけないくらいの状況になってきてるの。で、これだけではなくてですね、 あ、そうだ、これ、これちょっとね、あの、面白かったんだけど、あのね、あの、ウクライナ、今、ウクライナ侵攻をね、ロシアがしてるじゃないですか。で、この中でですね、今ね、中国人がね、窮地に立たされてるっていうニュースもありまして、まあ、そはそうなんですよ。簡単に言うとね、ウクライナの中にはですね、6000人の中国人が今いるそうです。ね、いるそうです。え、当然ね、あの、ウクライナっていうのはですね、あの、一帯一路に参加をしてた国でございますから、中国人めっちゃ張り込んでるんですよ。めちゃめちゃ張り込んでるの。で、中国人6000人がですね、取り残されちゃってるんですよね。あの、早めにで、まあ、中国はですね、あの、ロシアのウクライナ侵攻を知っていたわけだから、 だから、早めにですね、中国人引き上げればよかったじゃないかっていう声もあるんだけれども、それをやってしまうとね、あれおかしいぞお中国人たちがなんか一気にウクライナからいなくなったんだけど、これなんか怒るぞって、いうことで世界に気づかれちゃうでしょだからですね、この6000人をですね、習近平は見捨てたんです。<laughs> そしてね、この見捨てられた6000人がですね、今ウクライナの中でですね、ね、だって中国はほら、こんな感じでですね、 ね、あの、えー、ロシアのですね、ウクライナ侵攻を我々は認めるみたいなこと、いうような立ち位置を取りかけてるじゃないですか。で、そうなったらですね、そのロシアに攻められてるですね、ウクライナとしてはですね、てめえ、この中国、何やってくれてるんだという感情が高まるでしょう。え、これがですね、え、この中国人6000人に向いているみたいでですね、ちょっとね、迫害を受けつつあるなんていうですね、ちょっとかわいそうなニュース。かわい、わいそうでもないか。でも、ちょっとこの中国人たちは何も知らなかったわけで、どちらかというと中国政府に見せられたわけだから、ちょっとかわいそうかな、やっぱり。え、というようなニュースが流れてたとかします。で、これで、これはちょっと、 面白かったのです、挟んでみましたでそれ以外にはですね、アメリカの中ではですね、こういう、どういう声が上がってきたのか、ロシアのエネルギーを狙う中国、専門家、ロシアと西側の対立をですね、中国が利用しているぞという形で、ロシアの中には当然天然ガスとかですね、たくさんの,の、あの,あの、えー、エネルギーがあるわけなんだけれども、えこれをですね、中国が、ね、今回の対立を利用して、かすめ取ろうとしていると。この今回のですね、れはほら、中国はですね、この西側諸国のですね、制裁に対してですね、中国はロシアと貿易をまだまだ 続けるんだという形でですね、あの、ロシア経済に思いっきり関与しようとしてるでしょ それって、どう考えてもこれ、ロシアの国内からですね、エネルギーを奪おうとしている、もしくは技術力を奪おうとしている。特にロシアのですね、あのミサイル能力とか、あとロケットのあのエンジンのですね、技術力っていうのは、やっぱり未だに高いんだよね。ロシア、の中国は持っていない技術っていうのもいくつか持ってるそうです。これをですね、かすめ取っていく可能性もありますよね。別にロシアと中国っていうのはそんな別に、仲良し小良しいというわけではございませんから、ね、ロシアは中国を利用できればいい。中国はロシアを利用できればいいという立ち位置でございますから、ロシアが弱った今ですね、中国は自分たちの国力をね、強く すするためにですねロシアからいいろんなものをを奪っててこうとしているとしるる結果的にですね得をすね得メリッットトを、ね、こののの対立メメリリ享受するのがアメリカではなくて中国になってしまう可能性は非常に高いぞっていうような話が出てきたりであるとかアメリカが弱腰になってしまったら中国共産党は一層攻撃的に同盟国に深刻な問題を引き起こすであろうというような報道があったりであるとかあとですね中国とロシアの核の脅威とね同時に抑止をしなければならない状況が来ているぞという形でですね米軍のですねあの軍司令なんかがですね っていたかこれはあの、まあ、予算が欲しいからっていうのも多分間違いなくあるとは思うんだけれども、でもですね、これね、あの中国とロ,、まあ、ロシアがですね、これだけですね、あの核の抑止力、うん、ある意味逆、逆、逆説的な核の抑止力、ね、もう核を持っているからですね、そのどんな暴虐をやっても今のところロシアをですね、えー、表立って軍事的に非難という軍事的に攻撃できる国がないでしょね、こういうね、核の有効性っていうのをロシアが見せつけた今、中国が何かやってくる可能性あるんじゃないのかということで,ですね、えー米、アメリカの中で言われていたりであると あとはですね、このウクライナ侵攻、中国、あこれもちょっとすごかったな。<laughs> これはまあいいや、あのね、ウクライナの侵攻によってですね、え中国人一人が負傷するという形でえ、さっきのこの記事の続きでよね、ミスられた中国人え、ついにですね、あの、ウクライナ国内でですねえ、ロシア軍の砲撃でですね、一人怪我をしたという形で、はい、これ中国政府は一体これどう流すんでしょうかね。えでもですね、これね、あのね、中国共産党がね、この6000人のですね、あの、中国人に対して何言ったかこれ書いてあるんだから読もうか、読もうか、はい。あのね、中国大使館は一切この6000に対して支援をして、提供しておらず、このね、6000人 のねあの留学生なんかたちに対してですねなんて言ってるのかはいえ自らの力で退避をしなさいと要求をしたとつまりですね俺たちは助けないと中国共産党はお前ら6000人助けない自分たちの力で逃げてこいって言ったわけですねむちゃくちゃだろ中国ってこんな国ですようんというような状況があったりとかするわけですよこれちょっと離れた話だけどねはいえこんな感じで,ですねアメリカの国内ではですね中国やばい中国やばいという状況になっておりますでこの報道ですね日本の中でですね僕あんまりされていないっていうのがすんごい気になってるで僕たちっていう は今後ねこのウクライナとですねあのロシアの状況っていうのはねよく見とかないといけないねあのロシアのですねあのねなんだろう戦闘機じゃなくてヘリコプターがヘリコプターがですねあの北海道のですねあのえ領空に入ってきたなんていう話もあってえ自衛隊の戦闘機が、ね、スクランブル発信者とかあったでしょあんな感じもあるからあのロシアが直接ですね日本に直回かけてくる可能性っていうのはよく見とかないといけないしかしですねこの機に乗じてですね中国が一体どう動くのか ぶっちゃけね、あの、中国っていうのはですね、その台湾への侵攻はね、俺弱まったんじゃないのかな俺楽観視できんけどねっていう気はちょっとしてます。このね、あの、ロシアが世界中からフルぼっこになってる状況を見てですね、これ迂かにですね、これ台湾に対してですね、中国が動いてしまったら、同じように中国もですね、叩かれる可能性っていうのはゼロじゃないと。まあ、国力がですね、ロシアよりも圧倒的にありますから、そう簡単に中国っていうのは叩けないと思うんだけれども、それでもですね、あの、やっぱ中国の印象が落ちてしまう可能性が高いと。で、この局面ではですね、これね、え、ロシアよ、ウクライナよ、ね、え、やめるんだ 世界が疲弊していいるやめるめんだという形でこのね、仲裁をすすするるる立場にですね中国がが入っっててくる可能性があると僕は思ってすごい怖い怖ので、ね、え今日読みたいなと思ってる記事はですね、実は記事じゃなくて、あのね、ヤフコメなんだよ。あのね、俺ヤフコメの方々前から言ってるけれども、賢い方多いと思います。そして、日本のマスコミが書けないようなですね、エッジの効いた意見っていうのをね、たくさん書いてくれてるのよ。ね、今回の、特に今回のですね、このね、 よいしょ。朝日新聞が取り上げてくれたですね、このね、中国のネットでですね、ロシア製品が売り切れている。中国国民はロシア経済を支えるぞと。これ言ってるんですよ、本当に。ここコメントの中で。 ね。で、中国はですね、あの、学者さんたちがですね、戦争反対という声明を出したけんだけれども、このね、声はですね、あっという間にネットで削除されたんですよ。でもですね、中国のネット上でですね、あのー、ね、ロシアはウクライナをとっとと、えー、勝ち取っちまえ、攻め取っちまえ、と、ね、うん、で、ウクライナはとっとと滅んじまえ、みたいなですね、そして西側諸国よと、ロシアを経済制裁するんじゃねえと、たとえ経済制裁してもですね、中国が買い支えるからな、ロシア経済よ、というような声をですね、いっぱいあるらしいんですよ。 うん、でもね、こういうコメントは一切削除されてないのよ。 ね。で、こういうね、中国人たちの声があったからこそですね、今日多くの方がビビったよね、これね。中国が日米欧のですね、中、え、対ロシア制裁に違法であると反発をして、ロシアと貿易を進めて、ロシアの経済を中国が支えるぞって言っちゃったでしょで、こういう状況を受けて、ね、ヤフコメの民は一体どういうコメントを書くのか興味ないですか僕は興味ある。というわけでちょっと読んでいこうか。いきますね。ウクライナ侵攻は事前に伝えているし、制裁のフォローも取り決め通りといったところでしょうとね。え、この後どうなるかなんだよね、と。ウクライナの奮戦とロシアの孤立は おそらく想定していなかったと思います。はい。え、個人的にはですね、ロシアをフォローする姿勢を維持し続けて、その後ロシアが内側からですね、え、プーチンを打倒して、中国は四面楚歌になってほしいですね、と。まあ、確かにね。まあ、そんなにうまく話は進まないでしょうか。いや、そういう状況になった場合も、中国どう動くかっていうのは決めてると思いますよ。はい、日本を含むですね、自由主義陣営は、まずはウクライナのジェノサイドを止めるべく、え、ウク,ライナウクライナで行われているロシアのジェノサイドですね、を止めるべくですね、えー、全力を注ぐべきですと。え速攻性のある 制裁をどんどん増やしていくしかないと核による恫喝で実際に部隊を動かすことができないのであればですね支援としてそれに全力を尽くしてくださいまあ確かそうだねそしてですね短期的には中国は得をするでしょうが長期的には損をするでしょうなるほどねどういうことでしょうか中国はですね今回の国際的な経済制裁に参加をしていないので売り先を失ったロシアの原油ガス小麦などをですね買い叩くことができますそうルーブルなんかは今もう超絶下落をしてますからそれはまあもう安くですね物を仕入れる大チャンスだよねこれね 中国からしたらね、ちょっと待ってね。 あ、しかもですね、その際は、の決済はですね、ドルではなくて、現での決済ですので、ロシア経済はますます中国に取り込まれてしまうことになるでしょう。しかしですね、この漁夫の利,、えー、利益教授はですね、中国の国際社会での信用をより一層失意させ、アメリカの対中国包囲網の形成を助けることになるでしょう。いや、そのためにはですね、西側諸国が中国何やってるんだという声を上げなきゃいけないんです。だから僕たちはですね、あの、ロシアとかウクライナだけではなくて、この動きを利用している中国に対しての非難の声もやっぱ上げなきゃダメなんだよ。 だから、マスコミはもっとね、中国のこの卑怯な動きっていうのを取り上げてほしいんだよね。じゃないと、日本国民に気がつかないからね。で、ここで中国のイメージを下げるためにね、中国を叩いておかないと、ねあ。これね、ウクライナの,のロシアの仲裁に中国ガチで入ってくる可能性ありますから、ちょ、今ね、中国も叩いておかないとダメだと思うよ、俺、本当に。はい。 で何よりですね、アメリカが自分で欧州に派兵をせず、武器供与だけでロシアを止めることが証明されれば、アメリカはですね、対中戦略に集中できますと。そして、プーチン政権が倒れても、ロシアは白人キリスト教国家です。次の政権が中国に好意的であるとは限らず、はい、日米欧という、新欧米ということになったらですね、中国はさらに厳しい立場に立たされますと。なるほどね。ああ、こういう見方があるのか。お要するに、プーチン政権が倒れた後ですね、新米政権がロシアの中にできるという話をしておられますね。あ、俺、れそれと、それそれそれ 想定しなかった。なるほどね、そういうこともあるのかえ。え、どこかでですね、ロシアに見切りをつけて距離を置くのだろうと期待をしていましたが、中国はプーチンと侵入する覚悟を決めたようですね、まあそうとも見えるよね。え、国際社会に対して機弁を弄し、自らの利益のためなら手段を選ばないロシアや中国の姿、姿勢をですね、え、許してはいけないと思います。確かに。ウクライナのですね、次は台湾、その次はですね、尖閣沖縄でございますと、え、無法者国家をですね、隣国に持った時、戦争を未然に防ぐためにはどうするべきか、え、学び、議論するべきでてくれと思います。え、防衛費の増額や核共有の件もです、ね 正なく議論していいべきだだと思いますこれはねね僕完全に同感だよ、ねうん、今ですね、これ安倍さんがですね,ねえ、核保有ではなくて、核共有、核シェアリングっていう話してくれたじゃないですか。これは本当にね、喜ぶべきことだと思いますよ。核保有っていうのは僕はやりたいんだけれども、核保有なんてぶっちゃけアメリカが絶対許さないんだよね。 世界各国も許さないと思うわ。でもですね、核シェアリング、核共有であれば、これね、NATO の中ではやっていて、実は敵国条項にね、入っている、日本と同じようにね、敵国条項に入っているですね、ドイツも核シェアしてるんですよ。核シェアリング。ドイツがやってるんだったら、日本だってやってええだろう。なあ。 っていう話をですね、今こそするべき時。ほんとね、安倍さんっていうのはすごいな、安倍さんっていうのはええー、話してくれたわ。というわけで、えー、ま、えー、日本政府はですね、まだビビってるようだけれども、このね、核シェアリングであれば核保有とは全然話が違うんだから、核シェアリングの話しろっつーの。っていう話だね。はい。あとはですね、どれをもどれもいっぱいあるからね、これで行こうか。はい、想定できた結論でしょうね、と。なるほどね。えー、中国はですね、同じ力による現状変更を是とするので、えー、ここではですね、一旦支持すると思っていました、ロシアのことをね。しかしながら同じことを今後中国が起こして、西側 側から同様のの制裁を受けたた場合にに果たしてロシアが今回中国のように援護をできるね、中国もね、別にね、ロシアの援護ね、そんなに期待してないと思うよ。あの、物量的な援護ではなくてですね、国連の中でですね、中国を攻めるなっていう声をね、一言上げてくれればそれでいいくらいにしか思ってないと思うよ。はい。ロシアと違ってですね、一党独裁ではあるが、各地の権力者は軍閥で、ロシアよりも内紛が起こりやすい情勢であると。え今回ですね、ロシアがある意味領土的には押し切ったとしても、韓国ほどの経済規模がですね、最貧国のレベルまで落ちる 可能性が高いんだとね。もともとあのロシアの経済規模で韓国くらいなんだよね。で、おそらくですね。賢明な国民はそう遠くないうちに祖国に見切りをつけて、えー、国外に脱出することになるだろうと。と、え、は、ー、そんな簡単ではないと思うけど、まあいいや、えー、結果はですね。さらにひどい経済状態になるでしょうと。と、えー、中国はですね。今回危険というですね、えー、どちらにもつける方策を取っていざとなれば予定通りにいかなかった。ロシアを切ってくるだろうが、白人社会はどっちつかずを嫌うとロシアに比べて経済依存度が高い。西側諸国もですね、えー、これから中国を徐々に外してくるところも出てくるだろうということで。 中国は徐々に弱っていくっていうことに期待をしてらっしゃると思うんだけれども、いやー、中国ー。 意外と粘り強いぞ。やっぱりね、いける時に叩ける時にはも,もう徹底的に叩いておかないといけないと思いますよ。はい。やっぱり中国とロシアはズブズブやなと。うん、えー、ウクライナとは縁が切れてもいいとも取れると。えー、もしですね、世界体制になったら構図はわかりやすいかも。ね、位置関係から、えー、日本は攻められやすい場所にあって、えー、憲法や非核三原則とか言っているうちにですね、あっさりやられるのは確実であると。ね、えー、これからすぐにでも議,論議題に挙げてですね、最優先事項としてですね、核シェアのですね、この議論をしていくべきだと思いますと。えー、使用するための核兵器ではなく、 外交議論で勝つための核兵器を持つのは必要だと感じますと。えー、みんな不安や良、えー、くないという意識は当然ね、核に関してはあると思うんだけれども、日本が亡くなってしまうよりはいいと思います。その通りだと思いますね。というのうな感じでね、結構ね、いいあのご意見があるでしょう。ちょっとあんま長くなっちゃいそう人だから、このくらいにしとこうかなと思うんだけれども。はい。えー、こんな感じでですね、これね、僕ね、この動画で言いたいのは、中国に気をつけよう。 あのね、ウクライナとかロシアばっかりに目をつけられていると、もっと近いところにもっと厄介な中国という国がありまして、この状況を中国がですね、ただ雑して見過ごすとはとても思えんのだ。思えんのだ。ね。だから絶対にですね、なんかで自分たちの利益になるように、うさんくさい行動に出てくると思いますから、マスコミマスコミお前らてロシアとかウクライナばっかりで俺たちの目をくらますな日本にとって大事なのは、ロシアやウクライナに注目するのも大事だけれども、中国の動きを伝えることじゃないのかね なあということで熊さんの動画を終わりたいと思います。